可愛すぎてわけわからん小泉京子58歳、キュートなパッツン前髪金鋭に反響永遠のアイドルです。俳優の小泉京子58が20日までにインスタグラムを更新。キュートなパッツン前髪の金鋭を公開した。この日、小泉は2014年5月18日5番切り舞台挨拶アットマーク徒歩シネマズ六本木ヒルズと綴り、舞台挨拶時の衣装を着たショットを投稿。 写真の小泉はキュートなパッツン前髪のセミロングヘアに白のシースルートップス黒のオールインワン姿で、笑顔でガッツポーズを決めている写真もある。小泉のスタイリッシュな金鋭に、ファンからは、かわいいお洋服も似合ってる素敵、何をどう着てもいつも素敵大好きです。かわいすぎてキョンキョン見たくなりたいな、永遠的女神。かわいすぎて胸ギュってなった。かわいすぎてわけわからん。 キョンキョンの変わらぬ自然体なとこいつまでも好き永遠のアイドルですと絶賛の声が多数寄せられている映画「5番切り」では主演の草なぎ剛さんと約25年ぶりの共演となった小泉さんですがこの日に行われた舞台挨拶では草なぎさんが実は隠れキョンキョンファンなんですと発言草なぎさんのドラマデビュー作となった1995年放送のドラマ「まだ恋は始まらない」フジテレビ系 で初共演した二人ですが、草薙さんはこの日、当時、撮影現場で小泉さんにものすごく優しくしてもらったことや、その後、小泉さんが96年にリリースしたシングル、男の子女の子のレコーディングに特別に読んでもらい、一緒に歌ったエピソードなどを嬉しそうに話していました。当時と変わらないキョンキョンに会えた、と久々の再会に感激した様子でしたね、女性誌ライター。今作では、 吉原の半蔵松葉の大女将岡野江を演じた小泉。京都の撮影所が初体験だったという彼女だが、作品。